こんにちは、サラです。今回はですね、私が新作が出るたびに必ずチェックしているウェイクメイクの新作をレビューしていきたいと思います。ウェイクメイクって本当に毎回ね、可愛いのを出してくるのよ。今回の新作もめっちゃ可愛いので早速ご紹介していきます。まずこちら、もうパケが可愛い。ウェイクメイクウォーターグローコーティングクッション SPF50+PA4+。 まん丸じゃない、なんていうのこの形、おしゃれな、いい意味でいびつなパッケージ。このクッションファンデのコレクションテーマが Shall we glow。 このミラーの部分もねめっちゃ可愛いんだよね。まるで肌をコーティングしたように輝くツヤタイプのクッションファンデです。このクッションがスポンジとメッシュの二重構成でムラなく肌に密着します。今回ですね、ウェイクメイクさんがなんとカッターで切って中の構造を見せてほしいと言ってましたので、ちょっとねもったいない気もするんですけど、カッターで切っていきたいと思います。私もカッターで切ってくださいという依頼は初めて来ましたね。なんか緊張するわ、なかなか切れない。あとはハサミでいっちゃおう。中身はこんな感じ。メッシュタイプのクッションは見たことあるけど、クッションの上にメッシュはなかなか珍しいかも。スパチュラで伸ばすとすごくみずみずしくて薄付きなのが分かりやすい。カラー展開は4色あるんですけど、今回私は22番を使っていきます。乗せた瞬間ねちょっとひんやりします。みずみずしい。香りは T3 みたいないい匂いがする。薄付きなので崩れにくいのも特徴。はい、こんな感じ。こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方。ちょっと塗ってない方もね、今日乾燥がやばくてしっかり保湿したからツヤツヤなんですけど、塗った方のトーンアップとツヤ感えぐくね。剥き卵。反対側も塗っていきます。両方塗るとこんな感じ。そしてツヤを抑えたいところにこちらのステイフィクサーパクトビーガンを乗せるとサラサラになります。中蓋付きで便利。これ小鼻の横とかね。はい、そして次がこちら。これね、私も買ったんだけど、超便利パレット、ディファイニングカバーコンシールフィットパレットの01と02。私がいつも使ってるのはこの02番の方。6色入りのカラーコレクティングパレットで、これ一つでいろんな肌悩みがカバーできます。左が01、右が02です。パッと見大きな違いはないんですけど、このブルーとかイエローの色の差が分かりやすいかな。こっちが01、こっちが02。グリーンも02の方がトーンが抑えめ。はい、じゃあ2番使っていきます。ではこちらを取ってクマをカバーしていきます。ツヤ肌のメリットとしては、後にのせるコンシーラーとかがめっちゃ馴染みやすいっていう。こちらグリーンで小鼻の赤みをカバーします。イエローで口角のくすみカバー、ブルーを使ってハイライト、ベージュでニキビ跡をカバー。こっちがコンシーラーなしで、こっちがコンシーラーあり。コンシーラーありの方がより元気な印象に見えます。すっぴんっぽく見せたいときは、下地とこのコンシーラーパレットで気になる部分だけカバーしてナチュラルに仕上げるのもおすすめです。こちらぜひ肌トーンで選んでみてください。はい、次がこちら、ソフトブラーリングアイパレットです。自分のパーソナルカラーに合わせて選べる人気のアイパレットで、韓国のオリーブヤングメイクアップ部門で1位にもなってます。マット、シマー、グリッターまで16色入った使いやすいアイパレットです。パッケージがね、さらにコンパクトになって旅行とか持ち運び用としても使いやすい。結構ね薄いんですよ、これ持ってみると。こちらが新色の13番、ブルーコアブラーリング。
この13番はクッションファンデと同じシャルウィーグローコレクションです。冬の夕暮れを連想させるブルーとピンクを基調とした冬限定のクールニュートラルアイパレット。儚さと幻想的なイメージに合うカラーが揃ってます。かわいい。これね、初めて知った情報なんですけど、この縦4色をそれぞれ使ってメイクすると4パターン違う印象のメイクが完成するんだって。だから迷ったらこの縦の4色をセットで使うのがおすすめだって。腕に塗るとこんな感じ。クールトーンの陰影が作りやすいカラーで構成されてるので、ブルベさんに特におすすめです。これが個人的お気に入りカラーの02ライブリーブラーリング。こちらはもともとね気に入っててよく使ってるカラーです。ピンク系ブラウン系が豊富に揃ってるパレット。はい、腕に塗るとこんな感じ。こっちもマットカラーもあるし、ラメもあるし、ブラウン系カラーも豊富に揃ってるので、アイブロウとか涙袋の影も描けます。これもブルベさんが使いやすいカラーです。こちらのパレットはパーソナルカラー別に作られてるので、自分のパーソナルカラーに合わせてぜひ使ってみてください。では2番と13番を半分ずつ使ってメイクしていきます。ではまずこちら、粉質もめっちゃきめ細やかで目元にしっかり密着します。次これ、で次こちらを下まぶたに入れます。次涙袋にこちら、さらにこちらを重ねます。反対側13番、まずこのブルーを上まぶたに散らします。かわいい。次こちら、次こちらを重ねます。下まぶたにも入れます。涙袋にこちら、こちらを重ねます。完成しました。一つのパレットでいろんな組み合わせができるし、発色もちょうどよくて使いやすい。そしたら次リップ2種類紹介していきます。まずこちら、デュイジェルグレーズスティックの12番フレアデューです。もっちりジェルのとろけるスティックで、さっとこれだけ塗っても血色感が出て、もっちりとした唇を演出してくれます。塗っていきます。すごく柔らかいテクスチャーで、唇に触れた瞬間ジュワッととろけて密着。これは新色なんですけど、誰でもナチュラルに血色感を演出できるバレリーナピンク。少しプランパー効果もあってプルプルの唇になれます。でもスースー感、ピリピリ感は全然ないかな。リップのベースとして塗ってもいい感じ。ほんのりバニラっぽい香りがします。はい、ちょっと時間が経つとこんな感じでピンクになる。はい、次こちら、デュイジェルグローティントです。今のトレンドのしっとりプルプルに仕上がるグロス。既存色の1番から10番はしっかり発色するタイプなんですけど、こちらの新色の11番と12番はツヤとニュアンスを足すカラーになってます。シリコンチップ。11番のグラッシーフローは繊細なピンクパープルラメが入ってて、12番のグラッシーモーブメントは優しめなモーブカラーで、重ねれば重ねる分だけプルンプルンな血色リップになります。では12番塗っていきます。ほんのりフルーツミントみたいないい香り。このスパチュラがめっちゃ塗りやすい。ほんのりスースー感があります。癖になる使い心地。こちらが新作ではないんだけど、ウェイクメイクのフィクシングティントの08番。こちらの08番とデュイジェルグローティントの12番、これを重ねても可愛い。ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。